オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。今回はアンサンブル人気講師優子先生と安子先生をゲストに呼んでいます。こんにちは優子先生、安子先生。こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、アンサンブルの安子です。よろしくお願いします。お二人とも今日もよろしくお願いします。さて今日は番組宛てにフランスの図書館利用、そしてフランスでの飲み対策についてご相談のお便り、今日は2通届いていますので、この後優子先生と安子先生にお答えをいただきます。インタビューの後はワンポイントフランス語レッスンをお届けしていきます。それではお便り紹介からスタートしていきましょう。まずラジオネームフランス太郎さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。フランスの歴史を学んでいる大学3年生です。来年は卒論を書かなければいけないので、その調査も兼ねてフランス各地を回ろうと計画しています。そこでふと気になったのですが、調べ物をするのに日本では図書館をとても利用しているので、現地に行ったら立ち寄ってみたいと思っています。誰でも図書館は利用できるのですか？それとも私のようなただの旅行者は利用できないですかね？突然このような質問をしてすみません。何か知っていたら教えてください。よろしくお願いします、というメッセージいただきました。フランス太郎さん、お手紙ありがとうございます。ありがとうございます。フランス太郎さんは卒論の調査も兼ねてフランス各地を回るということで、素敵ですよね。それに図書館に行くことも事前に計画しているというので頭が下がります。調査のついでに図書館、志が高いですね。図書館で調べ物や卒論を書かれたりするんでしょうね。そういえばフランスで論文を書いた際によく優子先生は利用されていたんじゃないでしょうか。そうですね、もうお家と図書館の往復という感じで、さすが。夏のバカンス時期とかちょっと辛かったですね。周りがこう華やかな服着てバス乗ってもうパリプラージュ行くわみたいな顔してるのに、自分だけなんかあの重いパソコン持ってぜいぜいみたいな感じで歩いてて、青春ですね。はい、そうですね、なんかみんな夏楽しそうだなみたいな。でここの、フランス太郎さんからいただいたご質問なんですけれども、ズバリ図書館の利用は可能です。本を借りたりですとか持ち出す場合には証明書、パスポートか、はい、もしくは滞在許可証等を持った上で会員証を作成しないといけないんですけれども、もし閲覧ですとか、はい、あとまあこれからもしフランスに住むことをお考えになっているんであれば、どういった図書館でどういうサービスが受けられるかというのを調査されるのはすごく有効かなと思います。で、会員証なんですけれども、例えば書籍だけ借りたいのか、もしくは DVD や CD も含めて借りたいのか、あとは、そうですね、市営のものですとその市の市民かどうかですとか、年会費があるかどうかですとか、そういったことを確認されるといいのではないかなと思います。そうなんですね。では基本的にはフランス太郎さんみたいな形で日本から来た人でも利用すること自体はできるということですね。そうですね、中に入ることはもちろんできます。ただ会員制のところも場所によってはありますので、そこは事前にインターネット等でお調べいただいた方がいいかなと思います。そうなんですね。安子先生はどうですか、図書館の利用っていうのはこれまでありました？あんまり私図書館に行った、ちょろっと行っただけど借りたことは多分ないんですよね。でも普通に確か入ってこうパラパラ見たり、みんなでああだこうだって言ったことはあるので、そこで閲覧というのはこう優子先生がおっしゃったみたいに普通にできると思いますよ。ただまあね、先ほどお話しいただいた通り、場所によってはやっぱり会員制のところもある、このあたりは日本とね同じ部分もあると思います。ただ今オンラインで結構検索なんかもできたりするんですか？そうですね、蔵書検索が今は結構オンラインでできますので、はい、そういうのを事前に利用して、必要な資料が例えば何て言うでしょう、棚にあるのか陛下にあるのか、はい、事前に何か問い合わせないといけないのか等を調べておくと
便利かなと思います。確かに。そうするとこう当日行ってから焦る必要がないですもんね。先に自分で確認をして準備をして図書館に臨むというやり方もあるんですね。そうですね。行って あなたこの紙が必要よみたいなことを言われたらちょっとへこみますしね。そうですね。半日無駄になるともったいないかなと思いますので、はい。わかりました。これはでも場所によって変わるという話もねあると思うんですが、ゆうこ先生はどうですか、よく利用していた図書館であったり、あとはここがおすすめだよというものがもしあれば教えていただければと思います。そうですね、例えば大体の図書館で Wi-Fi が使えるんですけど、そうですね、例えばサン・ジュヌビエブっていう名前だったかな、あのソルボンヌの近くにある図書館なんかはなんて言うでしょう、学生の集中力がいいからか、なんかすごい集中できたのをなんとなく覚えています。例えばテーブルにつくじゃないですか、はい、で何か調べ物をして、で途中でじゃあお昼に行こうとか、じゃあその後授業取ろう、で授業が終わった後に戻ったらそのテーブルのメンバーが全く変わってなかったりするんです。すごい。でなんて言うんでしょうね、周りの 気が伝わってくるのでこっちもなんか集中できるみたいなところがあって、中学校の自習室じゃないですけど、なんかそういうのもありましたし、ちょっと話はそれますけど、はい、図書館で面白いなと思ったのは、図書館なり授業で面白いなと思ったのは、例えば日本ですとかもしくはまあアメリカの大学とかって結構何かを読んだら図にしてマッピングすることが多いと思うんですけど、フランス人はなんか写経みたいに結構文字をそのまま写していくので、なんかこう視覚で目で見て考える文化と、かなり習字論が発達した文字で考える文化と、その違いが見えたような気がして面白いなと当時思っていたのを覚えてます。すごい奥深いですね。これは図書館で勉強されていたからこそ気づいた部分もね、もしかしたらあるかもしれませんし、日本とのこう違いっていう点もね、図書館に行って感じることも楽しいかもしれないですね。そうですね、はい。あとは僕は図書館ってすごく無料っていうイメージが強いんですけれども、こうお金を払わなきゃいけないシーンとかっていうのはフランスではあったりするんですか？そうですね、特に本だけだったら無料の場合がの図書館が多いかなとは思いますけれども、例えば CD を借りるとなった場合に、パリの市営の図書館ですと1年間30ユーロ50サンチムとか、なんかあと CD とさらに DVD も借りたいという場合は1年で61ユーロとか、そういう具体的な数字があったかなと思います。はい。なのでそうですね、だいたいインターネット上に今は公開されているかと思いますので、そういったものをご覧になるといいと思いますね。まあ、あとはやっぱり事前にチェックをしていくことがね必要だったりするというお話ですけれども、これ実際に書類をこう自分の中で作ったりとか、あの会員になるための手続きっていうのはどうですか、ゆうこ先生的には結構大変だったなっていう思い出とかありますか？そうですね、そんなにあの申し込み書と身分証明と何でしょう、写真があれば大体はなんか作れたような気はしています。確認は必要かもしれないですね。そうですね、例えばコレージュ・ド・フランスっていうところの図書館なんかは確か会員制だったので、なんて言うでしょう、普通の図書館よりはもう毎回入室時に名前を書いて退室時にも名前を書くですとか、そういった図書館もありますし、もう本当に図書館によりけりですね、はい、日本と同じで。はい。あとまあフランスのあのパリのポンピドゥの博物館あると思うんですけど、あれも実は裏側に大きな図書館がありまして、ものすごい行列がこうがあるんですね、はい、でもあそこは正午12時ぐらいに行くと意外とスッスッと行って入れるので、それはあの旅行者の方もただカバンの中身見せるだけなんで入りやすいとは思います。本当にこう場所によって入り方であったりだとか、あとは人が並んでるっていうところもね、環境も違うと思いますので、事前にリサーチができる方はそのリサーチをした上で図書館に臨んでいくのもいいかもしれませんね。さてで、ね、図書館についていろんな話をいただきました。フランス太郎さんのね少し参考になれば嬉しいんですが、安子先生どうですか、まあ、いろんな図書館のお話も聞いてちょっと久々に図書館行ってみたいななんていうふうに思ったりしませんでした？やっぱり図書館とか行って
横先生みたいに集中して勉強するっていうのもなかなかいいもんですね。そうですよね。まあ、新しい本に気づくっていうことで新しい発見出てくるかもしれませんし、集中したい時に自宅ではなくて図書館を選択するというのは、これ現地の方だけではなくって旅行に行って新しく研究をしたいっていう方にとってもおすすめかもしれませんね。今回は図書館の利用方法についてまずはお二人にお話をお伺いしました。お話聞いていると当然図書館によっていろんな仕組みが変わってくるということですので、ぜひ事前にチェックをいただけるとスムーズにその利用ができるんじゃないかなということですね。ただ旅行をしている方でも図書館自体は利用はできるということですから、ぜひ足を運んでみて新しい発見をぜひフランス太郎さん得てください。よろしくお願いします。さて続いてはちょっと今日ね話題が対照的な気もするんですけれども、先ほどは図書館で今回が飲み対策ということで、また少しね変わった お悩みかなと思うんですけれども、ちょっとラジオネームチャイさんからのお便り読んでいきたいと思います。以前短期滞在でパリに留学しました。また今年短期滞在をする予定で困っていることがあるので教えてほしいです。ある日起きると猛烈な痒みがあったんです。日本で飲みに刺されたことがなかったため、それが虫刺されであることしか分かりませんでした。帰国後に飲みと判明。今は飲みの原因であるペットなどに獣医でもらった薬を投与すればいいと分かったが、その時は実質にペットはおらずどうすればいいのか分からなかったです。スーパーなどで売っている害虫駆除でおすすめのものはありますか？またそれはどんなものですか？日本からバルサンなどを持っていけないと聞いたのですが、今回も同じことが起きたらどうしようと万全の体制で行きたいです。精神的にもきつく楽しい留学が痛がゆさで終わりました。わかる範囲で教えてください、ということですね。チャイさん、お手紙ありがとうございます。せっかくの留学が痛がゆさで終わったなんてちょっと切ないですね。確かに切ない。次回はぜひリベンジですね。そうですね。パリのこう留学がね、素敵な思い出だけでね、帰れたら最高だったんですけれども、ちょっと僕もね、話を聞いてるとね、ちょっと体中がね、痒くなってくる、そんな印象にも襲われたんですが。体かいちゃダメです、いやー、先生。ああ、ねえ。それにしても不運でしたね。飲みって目には本当に見えないし、刺されてから気づくもので、なんというか時すでに遅しですよね。でもこういう時はぜひ一番に薬局に相談しに行ってみてください。そうですね。痒くなった場所とか症状を写真撮って見せるですとか、直接見せることによって何をすべきか専門家に聞くのが一番かなと。あと何の飲みかというのにで、おそらく対応策も変わってくると思いますので、もしかすると飲みじゃなくて何かのジンマシンということも考えられますよね。そうなんですね。やっぱりこう飲みにもいろんな種類があるんですね。そうですね。あとまあ、今回のチャイさん、飲みだと仮定して、まあ、日本からバルサンはさすがに持っていけないんですよね。ああいうちょっと煙が出る系なので、はい、トランクに入れれないので、例えば、まあ、フランスのスーパーなどで実は対策を見つけることができるんですけれども、日本のアースマットみたいな、コンセントに差し込むタイプの飲み対策のバージョンがフランスにも実はあるんです。あ、そうですか。そうですね。やっぱり蚊や蠅対策が多いんですけれども、オンチピュス、オンチピュスと、はい、Google 先生の画像で出してみると、まあ、いろいろ出てきますので、まあ、一応画像で見たからフランスのスーパーで、あ、これだなと見つけやすいと思うんですよ。はい。でもこれね、私も Google 先生に聞いてみたんですけど、はい、ちょっと閲覧注意な飲みの写真とかも出てくるので、あ、苦手な方は注意してくださいね。そうですね。まあ当然ね、そうしたことに対応するものですから、ちょっとこう自分にとっては見たくない画像が出てくるかもしれませんが、ただ商品のね、ことも知りたいと思いますので、これはアルファベットでは ANTIPUCE で打つと出てくるということですね。
はい。安子先生から素晴らしいフランス語のね、発音でいただいたんですが、僕とかちょっとね、わからない部分もあったので、ANTIPUCE で検索をすると出てくる。ぜひ皆さんもね、この画像をチェックしてみて、それをフランスで買うと対策ができるかもしれないですね。そうですね。この今、野瀬先生もおっしゃってくださった ANTI、日本語でいうところのいわゆるアンチ。ですね、アンティピュースで、こちらのアンティっていう言葉が予防という意味もありますので、飲みという意味のピュースを後ろにつけてアンティピュースといえば飲み予防という意味になっているという、そういう構造ですね。さすが優子先生、ここでもワンポイントレッスンでね、教えていただけるということで、まあアンチで、まあここの部分で覚えてピュースっていうんですね、飲みのことを。そうですね。へえ、なんか飲みっぽいですね、ピュスっていう感じが。でもピュスって、はい、飲みっていう意味なんですけど、恋人同士とかで、はい、僕の可愛いハニーみたいな表現で、はい、まあ、ピュス、私の飲みっていう表現があって、ねゆこ先生ね、あれは本当になぜなんですかねいや本当になんか痒くてうざいんじゃなくって、可愛い僕の、まあ、ピュスまたなんて表現したりですか、そういう実は表現があるので、はい、ちょっといい仲になった彼にのみちゃんって呼ばれてもへこまないようにしてくださいね。そうですね、ここで覚えてそう言われたら、やだではなくって、もしかしたら、まあ、それぐらいラブラブで見ている人がちょっとムズがよくなるぐらいのね、もしかしたらそういった、ね、うまい、意味合いがね、もしかしたらあるのかもしれないですね。いやすごい、それ考えたことなかった。見てる人がむずかゆいかもしれないんだ。でもそれぐらいね、こう、やっぱり愛を育むっていうことがね、大切な部分もあるかもしれませんしね。さあ、まあちょっと話戻しますけれども、でも今回その飲み予防っていうので、フランスでもそうした日本での似たような製品も購入することができますので、ぜひ対策にね、していただけるといいと思います。あとはどうですか？安子先生はフランスに住んでる時に飲みの影響を受けたことっていうのはあります？そうですね、私は蚊によく噛まれるんですけど、飲みはまだまだというかラッキーなことに攻撃を受けたことがないんですけれども、まあ、こうしていろいろと対策も考えておくことで、チャイさんのね、次回の短期留学の生活をぜひ安心して送れるのではないでしょうか。オンチピュシで見てみてください。はい、チャイさんぜひ留学生活頑張っていただければと思います。まあでもね、痒くなったら先ほどお二人からいただいた通り、やっぱりまず薬局に行くっていうことですね。薬局に行って写真を見せたり、今のその症状を確認することで本当に飲みかっていうことも確認いただきながら、体調第一でぜひ留学楽しんでいただければと思います。今回はフランス太郎さん、そしてチャイさんからメッセージ、お便りをいただきました。お二人にとって少しでもプラスになれば幸いです。今回も優子先生、安子先生にお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。ワンポイントフランス語レッスン。皆さんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第5課より、時間の言い方についてぜひ気をつけてもらいたいポイントをお知らせします。フランス語で時間、時刻の言い方を学んだ人なら誰でも次のようなパターンに驚き面白いと思ったはずです。Il est 5h moins 10. Il est 5h moins 10. 5時マイナス10。
つまり5時10分前。別の言い方をすれば4時50分ですよね。時計の長針が30分を過ぎている場合、次の時刻により近いということで、次の時刻マイナス残りの分数という言い方をします。例えば6時20分前、どう言いますか？そうですね、Il est 6 heures moins 20. Il est 6 heures moins 20. このように何時マイナス何分という言い方を覚えたら、満足してしょっちゅう使いたくなりますよね。そんな時、ついこういう間違いをしてしまいます。Il est 21 heures moins 7. Il est 21 heures moins 7. 夜9時という代わりに21時ヴァンティユネーを使って21時7分前と言いましたが、実はこれ間違いなんです。というのも、12より上の数字を用いるオフィシャル表示で時間を言う場合、マイナス何分という言い方をしてはいけないのです。30分半分を表すドゥミ、15分4分の1を表すカーも使ってはいけません。ご存知でしたか？私自身、学生時代にイレヴァンテアモアンヴァンと言ってフランス人にプッと笑われ、恥ずかしい思いをしたことがあります。それ以来、12から24までの数字を使って時刻を言う場合には、必ずデジタル時計やスマートフォンに表示された数字をそのままフランス語で言うように気をつけています。皆さんもしっかり覚えておきましょう。他にもこのアンサンブル・アン・フランセの自習用教材、フランス語ビデオ講座の文法解説編第5課では、時間の言い方、尋ね方、そして数字について詳しく解説されています。第5課は5つのビデオからなる5部構成、計54分にわたって会話例文やお役立ち表現、発音のポイントをしっかり学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートします。ご興味がある方はぜひフランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた、アビアント。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。